はい、どうも赤星せよ赤星マシマシ TV えいアイスえいさあ、先日のね、はい、ちょっと告知に続いて、ついに来ました、リュウメンフエローさんということで、はいはい、甲府にあるお店ですね。はい、これ、立地的にはですね、身延線というところの南甲府か、海住吉という場所から近いんだけど、まあ、我々はね、はい、こういった感じで、そうですね、まあ、駐車場あるんでね、車で行きましたからね。車で行きました。ワイワイと。最寄りはそんな駅だったんですね。ああ、そうなんです。16分歩きます。はい。ということで、食券を。見ていきます、うん、ね、基本メニューラーメンの200、300、400と、うん、まあ、油そば200、300、400あと限定なんかもありましたけども、うん、味玉、生卵、玉子肉チーズで、私は今回ですね、ラーメンの 400g を選択して、うん、あるトッピングをしております。こちらになりますね。808円全部マシマシ揚げネギですね。揚げネギね、これね、結構な量入れてくれる、コンプレックかと、ね、いや思いましたね。ちょっと思いましたけども、店主さんがね、ラーメン二郎実はご出身の方ということで、茨城守谷の二郎なんじゃないかという噂もありつつ、ね、ただし、なるほど、15分以内完食、そして野菜増したらお残し厳禁ということでね、忍たま乱太郎思い出しましたけども、お残しは開けません開けませんでと開けませんでということでね、なので結構スピード勝負でいっていきますけども、はい、まあ、まずは豚から、ね、うん、箸でつまんだだけで崩れちまう。ほろ豚です、うん、一気に完食して次いきますね。お野菜ね、バランスのいい鮭野菜ね、うん、マシマシでもね、まあ、600g ぐらいなんじゃないかなと、1キロいかなければ、うん、僕は結構完食しちゃいますんで、なるほどね、はい、まあ、1キロでも完食しちゃうけども全然、揚げネギね、さあここで揚げネギと野菜の組み合わせ、うん、カリカリなんですね。いいですね、これは、まあ、ザクザク感を予想してたけど、うん、本当にカリカリなんですこれ、うん、食感と同時にね、この、まあ、揚げたネギの油とそのなんかネギ独特の辛さかな、うん、融合したこう、わかるかな、まあ、つまみには良さそう。いや、良い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 よ、本当にぜひとも足していただきたい。あの麺ですね、ごわごわの縮れ麺、もう勢いよくほら、おい、すすったもん勝ちよと。ちょ、全員だよ、あ、全員だよ全員勝ってるよみんな勝利ね、オーション仕様の直径のこだわりをね、ひしひし感じる麺でございますね。まあ、カリカリのね、肉とね、ゴワゴワ縮れ、カリカリゴワゴワの組み合わせ、咀嚼をもう盛り上げてくれるんだね。食感楽しめるとかでいいよ。あ、そう、咀嚼を盛り上げるとか食感が楽しめるってことでしょ。咀嚼応援隊です。はい、こちら咀嚼応援隊、咀嚼応援隊ですね。どんどんいきますけども、スープ、輸入家系スープの返しなんで、なんか三田本店のね、スープって結構品質なんだけど、それをちょっと乳化させてる日のスープに見えます。はい、そうです。はい、卓上返しもどんどん飲んでいきますよ。しょっぱいです。すごいな、結構しょっぱいです。同じ 4.5 ね、返しとしてね、塩気がね、ふわっとふわっと広がってくる、ワイドなしょっぱさ。ちょっと分かるようで分かんねえな。いや、広がっていくんです、口全体に広がっていくとか。そうなんですよ、すごくこう浸透してシュンって広がっていくんですね。でもちょっと分かんねえな。分かんないですか。ぜひとも行っていただいてね、返し揚げネギとカリカリ加速してカラカラをね、足していってもうまいというか、ね、カラカラね、まあ、詰め替えタイプなのか、SB 胡椒揚げネギにもね、今日うまさに火がつくぜということでね、すごいよな、わお早く食えってんのに。ね、こんなことやっていきながらもね、うまかったんで味変がって後半になっちゃいましたけども、大盛りに相当するこの一杯をですね、10分以内の完食というのすごい、ね、初めてかもしれないです。結構食べきていきました、ごっつぁんでございます。はい、ということでステータスこちらです。まあ88が結構多いけども、まあ、マシマシのねレベルとしては 87.9 ということで、割とあっさり。サクッと食べられましたが非常に美味しかったというふうにね、ご相談します。いや、ただね、はいはい、お二人行ってないんですよね、うん、まあ僕と赤崎さんはね、はい、夜にも二郎系行く予定あったんで、そうそうそれに備えて、周辺で蕎麦食おうぜ、あ、蕎麦じゃない、うどんほうとう食おうぜって、うんうんうんね、って探したんですけど、でも店がなかなか、ね、なかったんですよね、うん、ちょっと移動してその後小作というお店行ってですね、うまかったよね。うまかったっすね、ほんと初めて食ったっすけど、ねえ、量もすごい、もう、うん、それこそマシマシな感じで出てきて、確かにいっぱい入ってた、うん、私はぜんざいを食べたんですけど、ぜんざい食ってましたね、ぜんざいを食べましたけど、直後に行きましたね、直後に。だからよかったよ、山梨おいしいもんいっぱいあるということで、うん、まだまだ山梨続きますんで、はい、ご期待ください。楽しかったですね、山梨は。おっさんです、ごっつ。
ー